原さんっていう方から、デビュー戦でこの馬はすごいと感じた馬いますか、また敗成功とはどんな馬でしたか。僕これちょっと聞いてみたかったのね。敗成功というのは、敗成功というのはね、名前は聞いたことありますか。生で、それ僕はもうずっと生で見て実況もしましたからね、はい、だから生で見た方が語るっていうのってもう今後ないんではないかというような、あ、もうすぐ死ぬみたいなね。いやいや違います、違います、そういう意味じゃないです。生で見たことある人がいてないです。いつだから敗成功はね、やっぱり来た時はすごい騒ぎだったんですよね、はい、だからあの大井から来たじゃないですか。でどっちかというと、いわゆるやっぱりどうしても中央の馬の方が強いというね、はい、イメージがあったんでね、いくら敗成功が来たとしてもどうっていうことはないだろうなと思ってたら、